て分かりづらいかもしれませんが、リンゴです。リアクション何もないですね。やめようかな。リンゴです。死がなくなっちゃいました。リスクやめようかな。まあでも大丈夫です。これ確かにリンゴだけではつまらないんですが、リンゴを使ってちょっとだけすごいことをやってみようと思います。このナイフとリンゴと炎を使った技です。最後にやる技はですね、なんとナイフとリンゴと炎をお手玉したいと思います。皆さんはジャグリングとかしたことがないから分かんないと思うんですが、2つが違うものをジャグリングするというのは非常に難しい技です。みんなはジャグリングをしたことがないから分からないかもしれないけど、形が違うようにジャグリングするというのは難しい技です。真似をしないでください。トレーニングしてるからできる技です。いただきます。